新日本の揚げポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。列車丸子でございます。マルコさん、広瀬和夫プロデュース、こちら丸子満喫、新日本の揚げという落語会を毎月北沢田物で行っております。俺の名前もその声で言ってくれ、いい声その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございます。まずは私が列車丸子、そして立川芳郎です。はい、こういうて満喫です。なんでみんな立川企画の松岡社長みたいな我々のプロデューサーがこちら。やれよやれよ、この流れだとやんなきゃできない。よろしくお願いします。はい、お好きなさんだぞ。そんな感じでしょ。よろしく。うまい、うまいよね、本当に。ね、本当にね。なんかバカ集団。あ、そういえば焦点見ましたよ。ありがとうございます。ね、そのマルコさん大活躍。すんのすっかり忘れてたけど。焦点。ね、なんかあの焦点ほら若手大喜利。うん、また出たの？そう、マルコさんがね、あのオカマの役がバカハマり。え、オカマの役なんてやるの？オカマの役なの。知らなかった。すっごい面白い。ちょっとやってごらんなさいよ、あんた。ね。やってみた方がいいよ。見せてやった方がいいよ。マルコさん見せた方がいいって。一緒に。何言ってんのあんた。ほらもう。なんかね。気持ち悪いな。私にはもうひざまずきなさい。いやこれですか、このキャラクター。これこれもう大爆笑。あ、そうなの。うん。あのね、本当に驚きよ。バカにはしてないよ。翔太師匠がね、あの結婚できないキャラじゃないですか。で、あのじゃ。私と和佐子とどっちがいいのみたいなね、なんかそんな感じでやる。ほらそこよ。もうね、僕びっくりしたのはテレビで見ると、うん、実物よりも太って見えるでしょ。そう。ところが、うん、マルコさんそうじゃない。え、ね、実物が太ってるから、なんか意外にね、小柄に見える。そうなんですよね。スケールが小さくなるんですよね、テレビを通すとね。そうなんか小さいぞこれこれっていう。そう、いつもはこんな、ね、存在感を威圧感があるのに、ね、テレビで見ると本当にいるんだかいないんだか分かんないくらい。そんなことないよ。結構ゼックリしてたよ。カメラ振っても見えないんだもん。でもね、顔がこれマルコさんかなみたいな感じで。で、だからそんなあ、リアルな大きさに見えるんで、うん、あ、すごいなと思って。それは大したもんだ。うん、やっぱ太ってるといいこともありますね。よかったな、太ってて。うるせえ。ほんとこれからね、テレビで活躍してもらいたいですもん、マルコさんには。ね、うん、あれはどうなんですか、それで実際、レギュラーに昇格するって、あれも真打ちにならなくてもいいんですか、あれは。あれもちょっとわかんないですね、今。なんかだから本当にガセネタで、まあ、あるでしょうけど、うん、あの人数を増やすって説がトースポで流れてるんですか。それは飛ばしでしょ、ね、うん、誰もそんなこと言ってない。増やす、ね、増やすとかね。だから本当に今過渡期は過渡期なんですよね、うん、あの本当に 20% ぐらい視聴率取ったりしますし、うん、でも相撲とねぶつかるとまたガクッと落ちちゃったりなんかして、それはもう年間で同じらしいんですよ、ね、まあしょうがないですけどね、うん、そこはね、見てる層がそういう層だからって確実に数字取るじゃないですか、うん、だからあの下手な人をね生地変えちゃうのもっていうのも、ね、あの口を滑らせる人をね、うん、レギュラーにするのかっていう疑問もありますし、うん、だいぶ口が弱いですから私ね。なるほど、確かに ね、じゃあ無理ですね。多分身辺調査してるはずなの。そうです、じゃあ無理ですね。マルコさんが入るような格じゃないもの。今若手大喜利出てるのはあと誰ですか。あの時地上波に出たのが、若手チームが宮地マルコわさびで、まあ、若手新内チームに出たのが、2代目の菊蔵晴之助、晴之助愛楽、うん、まあ、ここが若手かどうかっていうのはちょっと愛楽師匠ね、なんか一人ね、なんかこうベテランが混じってて、だって愛楽師匠うちの師匠と近いですもんね。ね、アイラクショーそれぐらいのキャリアです。与太郎に一緒に出てましたもんね。その話したから。したからその話。そう。ね、そうそうなんです。なんか晴之助くんあたりね入るといいじゃないですかね。いやー、晴之助じゃんちょっと厳しいでしょ。そうですか、わかりました。もうちょっと上じゃないと。なるほどね。うん。いやでもほらね、あ、そうね、確かに。段四郎師匠に入ってもらったですよね。もうちょっと上すぎだから。笑点に出てきても段四郎師匠に。これも噂レベルなんですけど、うん、コンペ師匠がね、こう患ってで大変師匠がデビューになったじゃないですか、うん、この時に、正蔵師匠にちょっと一回お伺いがあったらしいというですね、噂レベル。小平俺も大好きな小平だよ。でも正蔵襲名があるからお断りをしたという、これあくまで噂レベルなんです、あくまでも噂レベルね、トースポと同じレベルなんですけど、ね、
ういうのはあったらしいですね。だからその入れるなら多少真打ちとして体ができてる人というのはこれそうでしょ、ね、そうするとやっぱ段四郎師匠だよ、ね、段四郎師匠段四郎師匠いっちゃうよ、ファイティングジュゲームなんだよ、こっちはいっちゃうよって言わないと思ってんの、お前行かないでしょ、行くな段四郎師匠、ツイッター使いこなしてるからね、段四郎師匠言い出しようかもしんないですよ、ここは、ね、でもほら、過去ね、小遊三師匠とか、うん、翔太師匠みたいに売れっ子が新しくなってますよね、まあ、太平さんはだから、コンペさんのあれとしても、うんうんうん、だその時々の一応売れっ子な人が入ってきた、人気があるっていう人がね、小遊三師匠だってあの頃すぐ人気あったわけですから、はい、テレビでよく見てた人がそのまんま笑点のレギュラーになったんだから、とすると立川流だとダンシュンさんぐらいですかね、今テレビで見るのだ、ダンショウ師匠もありますよ、ダンショウ師匠ね、まあ志らくさんは最近テレビは意図的に控えてるんですけど、あんまり出てないですね、前はね出てたけど、そうそうね、ダンショウ師匠か、ね、まあ志の輔師匠はね絶対ないと思うんですけど、うそういうガセがあったんでね、なんかびっくりしましたけどね、談笑師匠が出たら面白そうですね、あなるほどね、笑点に、でもフジテレビであれレギュラーで、まあ、関係ないのか、うん、大喜利じゃなければ大丈夫です、ああなるほど ね、でもやっぱりまあ下のね、もうちょっと今2つ目のね宮治君とかね、いや2つ目には荷が重いですよそこは、じゃあやっぱりやっぱ段四郎師匠に私個人の意見ですけどもね、立川流で誰を押すって言われたら僕は段四郎師匠をね笑点にぜひっていうのはねありますよね、実際なんとなく噂はあったりするんですか、なんかいや本当ないですよ、全く、うん、もうほら噂が出る理由ってあれですもんね、結局は、歌丸師匠がの体調があまり思わしくないから、うん、いつまでもその司会を代言じゃなくてちゃんとした司会を立てて、うん、ということになるんだったらもう一回仕切り直したらいいんじゃないのみたいなところがスタートしてるんですよ ね、それでなんかトースポの飛ばしによると、うん、ね、だからそれであの司会は外から持ってこようとしたら、うん、話が全員が団結して反対したと、うん、で連絡師匠が司会になるみたいなことになってましたよね、あれはデタラメなんでしょ、うん、お前知ってる顔するなよ、ね、やめろよ、知らないですけど、うん、まあ嫌がるだろうなとは思いますよね。あなるほど、外からっていうのはね。今更こう何十年もやり取りしてきたね。あれ集団芸ですかね。そうですよね、うん。個人芸じゃないですから。その集団芸のそのチームプレーを崩されるのは嫌がるでしょうねと。司会が上手い人が必要なわけじゃないですもんね、だから、うん、もし入るならもうこのレギュラーメンバーが全員納得するぐらいの仲のいい、うん、もう本当ドクマムシ三太夫さんクラスの人じゃなきゃ務まんないから。なるほどね。なるほど、そうですよね。ああそうだからマルコさんがねその笑点のあれ出てる人としてね、うん、あのでレギュラーの方のあの笑点の人たちを見たらもうすごい、あれはもう本当のプロ中のプロだって話をしてたっていうことをね、あのこの落語家を聞けっていう北沢タウンホールでやってる落語会で、うん、健康さんに出てもらった時にインタビューでその話したんですよ、うん、でそしてその時にだからそのいやだからねあれ本当にすごいですよ、一度見た方がいいですよと、うん、で自分はそういうのは苦手だと、うん、でうちで言うと満喫なんかも多分苦手だっていう、うん、話をねしてインタビューがねあの収録された本が今年11月に出ますほんと全然そうだ無理やり持ってったね今無理やり壮大な前振りから来ました、うん、そうね面白いですから、ね、ぜひ買ってほしいですね、こちらね、はい、なんていうタイトルですか、今まだ仮タイトルなんですかね、はい、落語家という生き方という仮タイトル、かっこいいな、何人ぐらいのインタビューが、三座さんとか一之輔さんとか白書さんとか健康さんとか今をときめく人ばかりじゃないですか、白鳥さんとかね、あ読みたい、ね、面白いですよ、うん、これはもうすごい分厚くなっちゃったんでね、もうこの5人だけでもすごい分厚い本になって、いやだからそれはね、今まではほらガイドブック的にね、一人一人のこのエッセンスを紹介してたけれども、今度はその人一人一人にスポットを当てて切り込んだ内容になってますんでね、ぜひ皆さんこれは、広瀬信者じゃなくてもあの読んでもらいたい一冊ですね、これがこの人の真骨頂だよ、読んでないからね、すべてを何も把握してないのに関わらず売り込めるのがね、そうですよ、すごい政治家を一人作るのも全部この人の真骨頂よ、これそうなんだよね、俺ねなんかやっちゃうのよ、そういうことがね、ただ何回かがわしいっていうのはずっとあるんだよね、うん、そうなの言ってることは、ね、ある程度付き合うと、うん、うさんくさいって思われるのよそうじゃない人は全然そう初見では信じるの、なるほどね、うん、
僕もでもそれってやっぱそうなんだなと思うな、やっぱりでしょう。初見と全然違う印象の人いるじゃない、うん、そう入り込むと、ね、最初はねこうだったけど、そうこういう人かな、うん、長くなったら全然違ったこいつみたいなそう、うん、あるじゃないですか、そうだよね、あれって何だろう、それ俺は初見はすごく印象いいのよ、だんだん悪くなっていくの。でも芸人って初見がいいこと以上のことってないよね、うん、ああそれはそう、うん、だって今いいこと言った、そう今の聞いたマルコさん、うん、こういうことを言えるかどうかで真打ちかどうかが決まるのよ、ね、まだ早いなマルコには、うん、ちょっと早いよなんで松岡で言うんだろう呼び捨てちゃったよ、なんで松岡で言うんだろう違う違う、うち的には吉尾でないと分かるような人だからね松岡って人何人も言うそ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 う、吉尾で行かない、吉尾で言うなんだろ、でも本当そうよ、だから満喫師匠とかはすごい得なのよ、なんで初見という意味では悪い、あのいやいや眼鏡かけて出てくじゃんこの人って、あ講座落語やるときに外すくせに眼鏡、はい、で出てくじゃん、はい、でその時点でちょっとおちゃらけてるキャラになってるわけよお客さんからしたら、どこがいやだって眼鏡かけてんのよ、眼鏡かけてる落語家って絶対おちゃらけてるに決まってんじゃん、君は何を言ってるんだそんなことない、ね、ごめん言い過ぎたかもしれない落ち着きなさい、でもねそうやっておちゃらけて出てってだからお客さんのそのハードルを下げてるわけよ、眼鏡かけてることによって、そう、うん、そしてこうメガネをおもむろに外して、そうメガネ外して落語やったら古典をやるときの炎上しようみたいにじゃあメガネを外しますって言いながら古典に入っていく三遊亭炎上というねことですよね、絶対だから満喫師匠がわざとあれメガネかけてるわけよ、いや自分で理由はつけてると思うけど今取らなくてメガネをかけて講座に上がるっていうことはお客さん側からすると非常になんだろうな柔らかくなるのよ、満喫師匠みたいな人だと、翔太さんずっとねメガネですか、そうだから、あこいつはそういう効果狙ってんだな、初見がいいのよ、だから最初にあったファーストインパクトが、だから満喫師匠ってほら枕で結構ほらきつい単語も使うわけじゃん、何考えてんのあなたたちはみたいな、要は客に向かって無理に振ったりとか、うん、捉えてますね、そうちょっとそう強めに言ったりすることがあるけれども、一体何なのよみたいな感じでね、眼鏡をかけてダメな男を演じてるから、ダメなんだ、そうだから強く言ってもお客さんを許せるのよメガネかけたらダメなんだ、いやじゃあマンチ師匠はわざとそれをやってるってことよ、うん、メガネかけて理知的なことを演じてたらダメよ、うん、うん、そうじゃないじゃん、もうメガネかけてメガネバカみたいなのメガネバカって悪口じゃないか、マンチ師匠はでってメガネバカをやってるわけじゃない、褒めてるのこれ、いや褒めてますよ、そうそう褒めてるから、だからそういう演出をそうしてるからお客さん側は満喫師匠がどんなにきついこと言っても笑うのよ、まあでも小白さんなんかはね、うん、出てきたいけないチャラいやつが出てきたなと思ったらそのままチャラいわけですよね、そうそうそうチャラいまま終わってくるもう小白さん最初にその志らく一門会で見た時の印象がわチャラいやつがいるなと思ってそうですか、うん、だって本当にあの川の着物とかね、いやそりゃそうだけどやっぱり一言言ってだからその言葉の重みってあるじゃないですか、僕重くなかったんで全然いやもうその印象がずっとあって、うん、したらある時すごく面白かったんでこいつはすごいと、あその時から大ファンになった、そうなんだね、やっぱある時は良くなかったですね、うん、だから第一印象はもうだから全然志らく一門だったらもうダントツで志らのだよなと、うん、でまああと面白さで言ったら志ららとかがいてって、うん、小志らってチャラいだけじゃんと思ってたの、チャラいだけだよ本当に、まあ、それね、うん、そう、それが2つ目になる頃ですよね、そうですね、そうでその後だからそこ2つ目のトライアルみたいななんか投票があった時に僕は白野って書いて、そうまだチャラいだけの男だった、そしたら小白白良の2人じゃなくて、そう、そう、ね、小白白良の2人が2つ目になって、うん、なんでと思ったんだけど、うん、したらもうある時一門会でね2つ目になった僕を見たら、あくびしなを見て、うん、面白い、めちゃめちゃ面白い、あいつすげえすごいなと思って、チャラさんにごまかされてたと、そう俺の目は曇ってたんだ、そんなことはないうまくなったんだ、うまく引っかかる、全然引っかかるんだよ、上手いですか、そう、うまくダメだね大学行ってきてダメだわあのだから白鳥さんもね、うん、新潟時代に2つ目で全然受けなかったとか、うん、っていうそれがある時受けるようになったとね、うん、それはやっぱりその お客さんの受け入れ体制が変わったんじゃないかっていうことをね言う方もいますね、今新作は普通に受け入れられるし、ああいう落語も受け入れられるようなお客さんになったんだっていうのも、まあ、それもあるんだけど、でもやっぱりね白鳥さん自体がねうまくなったんだ、
と思いました。だから本当に面白いネタが面白く演じられるようにやる方のね、伝える技術が上がってるっていうのはね、絶対ありますよね。小白さんは多分落語全然知らなかったから、前座の時は本当にダメだったのが、落語前に一応やるようになってからちょっとずつ伸びたんだと思う。そうなんです。でちょっとずつでテクニックが蓄積してきたところに持ち前のセンスが生かされた。そう、センスとばね、努力が合わさるとやっぱ天才が生まれちゃうわけですよね。だから僕その天才とか無視ね、まあ、今度ね落語家という生き方かっこ仮のね、本入るね、はいはい、僕の11月に出る講談社から出る本ですけども、はい、その中に白鳥さんのインタビューもあるんだけど、白鳥さんにね、僕インタビューの時にね2回ともね、2回やってるんだけど、2回とも小白さんのこと引き合いに出してるで、小白くんねって言ってて、いや僕この間白く師匠にも、いや小白くん、小白さん上手くなったんですよっていう話したんですよって言ったら、うん、でだからそれはきっと努力したんですよって白鳥さんが言ってた。きっとね、それはその努力したんですよ、彼もどっかできっとね。そうなんだ、努力したんですか。いやだから、ね、僕努力した記憶がないんですよね。なんかね、努力ってあれでしょ、あの1日何時間も稽古したとか、なんかいっぱい落語聞いたとか。でも多分そういうことじゃないんだと思うんですよ。それはね、僕やってないですね。でそれでね、だいたい紙紐も合ってきましたよみたいな話を白木さんにしたんですよって言ったら、白鳥さんは紙紐なんかどうでもいいんだと。おお、先輩は違う、そう、紙紐なんかよりもとにかく相手に伝わることって言ってたから、うん、だからその伝わることっていうことなんじゃないですか。でそれは努力っていうか、多分小白さんはいろいろやってくる中で、うん、知らず知らずのうちに人にアピールする術を講座の上でもね、身につけてきた。そうよ、だから200円のものをどうすれば1000円で売れるかっていうのを、中身がなくても面白くない読んでないのに本売っちゃう、ね、本売ったりとか、ね、そう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 、またすごく売ってくれるんだもんびっくりするぐらい。いや本ちゃんと内容が ありますから ね今は、ね、今は内容ありますけどね、僕内容しかないですけど、ね、まあでも小白さんでもあれですよね、うん、やっぱりちょっと休業した後明らかにやっぱりレベルが上がってますよね。上がりましたね。最近僕のねやる落語が面白いのよ。まあ面白いですよ。すごい面白いのよ。この間あの与太郎の新作作ったの。はい、ああそうそう。超面白い。面白い。あれは面白い、本当に。びっくりするよ、面白いの。何の話ですか。与太郎の新作。与太郎。与太郎。与太郎のラブストーリー。そうそう。超面白い。面白い。面白い。やばいぐらい。いや今度新日本のわけでぜひやってください。やらねえ。お前のリクエストじゃやらないんだよ。俺は広瀬和夫がやってくれてる時しかやらねえんだよ。広瀬さんあのやってくれるようにちょっと言ってもらえませんか。今度でもね、あの少し間が空いたら実際ね、やってほしいなと思ってますよ。面白い。そう面白い、実際。あのね、やっぱり小白さんはなんだかんだ言って、うん、まあ古典をやりながらも新作みたいなもんだから、うん、はっきり新作の時はね、俺はもうすごくね、めちゃめちゃ面白い新作を作る、そうなんですよ、今までちょっとね短いのも作るしね、長いのも作るし、うん、そう、あんまりやってなかったんですけど、ちょっとね、新作作ってみたら面白いのよ。やった方がいいよ、前らも新作面白いのできるよ、絶対。あ、それ満吉さんは新作作らないんでしたっけ。いやー、そうですね、しばらくやってた。あ、でも前やってましたよね。そう、ひどいやつ。ひどいやつ。誰とやってたんだっけ。大らかじさんと竹平さん。あ、そうかそうか、はい、そうか。そう、マーキスさんは僕ね、2、3回聞いたんですよ、僕、新作、うんうん。どれもね、良くないのしか聞いてない、俺。いや、面白かったですよ。あ、そう。ええ、じゃあ俺悪いのしか聞いてないんだ、そしたら。まあ、そうだよ、もうね、あの、あんま上手くないですよ。ねえ。うん、新作、うん、だから今度満喫しようと2人でじゃ新作の回やろうか。嫌だ、なんで嫌だって。嫌だって。マルコさん、マルコさんってやったらですか、うん、だからマルコさんまたさ2つ目だから、ちょっと格がね、うんうん、まあ、開口一番で出てもらってもいいかな、うん、開口一番な、靴屋抜かすなよ、頼むから。マルコにはまだ早い、まだ早い、うん、だからなんでヨシオで言うの、ヨシオで2人ヨシオで言うな、ダブルヨシオ、ステレオヨシオやめろ。靴屋さんね、真打ちになってほしいな、本当にね、もうそろそろいいっすか。はい、ね、今後も楽しみな話題ですけど、広瀬さんのインタビューもこれ本当にね、あの広瀬さんが突っ込むからね、うん、あのどんどん引き出していくんですね。この間小三治師匠のそうでしたけども、広
ヒロさんがどんどん切り込んでいくんで、うん、あの結構面白いですね。そう、普段言わないようなことまでね。私は赤旗祭りも行きますし、言われれば創価学会の祭りでも行きます、ね、面白い発言ボンボン出してくれるんですよね、うん、そういうのを、期待して私もぜひ購入したいと思います。本当、はい、面白いですよ。よろしくお願いします、うん、はい、それでは広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫新日本の和芸落語会の方ですけれども、うん、次回が9月の17日10月の27日、11月の10日、12月の16日を予定しております。はい、前よりが2500円、当日が2800円、19時開演。お問い合わせは東京 03-5478-8006 北沢タウンホールまでよろしくお願いを申し上げます。じゃあ広瀬さん、あの本の宣伝方々と一言よろしくお願いします。いや本当ね、あの話家さん皆さんね、原稿チェックしてもらって、こんなことよく言ってたなっていうことをね、ご本人もね、いいのかなっていうぐらい赤裸々に言ってるのを、でも結構ね、あのちゃんとそのままスルーして出させてもらってるんで、これ本当面白いです。他ではちょっとねないインタビューだと思います。少なくともね、あの今まで出てるようなものとは全く違うし、そのねメンバーの並びだけ見てもないですわね。実際その前に出した本、この落語家に聞けってインタビュー本の時には入ってない三座さんとか一之輔さんとかね、健康さんとかもいるんで、ぜひぜひ欲しいなと思っております。まだ作業の途中ですけどね、というわけでこれで締めちゃっていいんですか。はい、いいんです。そうですか。新日本の和芸ポッドキャスト、マルコには早い。